霞ヶ浦市水族館は、茨城県霞ヶ浦市坂にある私立水族館。霞ヶ浦の西の浦湖畔に面する、ふさき公園敷地内に位置する。1990年に開館した。2018年のリニューアル以前には、霞ヶ浦に生息する、淡水魚等の飼育にとどまらず、海水魚、爬虫類等を、約120種、1250匹の生物を展示していた。 2015年3月17日には白蛇個体の脱皮を公開し、話題となった。2018年4月19日に、魚類等を飼育、展示することで、自然保護と種の保存に対する理解を深め、学術及び教育、文化の発展に寄与することを目的として、リニューアルオープンした。タツノオトシゴや団子を、ダイオウグソクムシなどが展示されていた。 海水水槽や川などの外来種、昆虫の展示などは姿を消し、霞ヶ浦の魚、両生類、爬虫類、甲殻類が展示され、霞ヶ浦と霞ヶ浦水系の生態系がわかる展示内容に変更された。2019年11月25日より2020年1月31日まで老朽化対策工事のため休館となった。 4月20日新型コロナウイルスのため5月6日まで休館している。URL イコール http コロンスラッシュスラッシュ www.dane-kerry.com スラッシュアクアリウムスラッシュ霞ヶ浦市水族館。霞ヶ浦の魚霞ヶ浦市水族館。円柱水槽霞ヶ浦市水族館。大海馬まれは断年10月1日からの増税により上期に 料金変更。霞ヶ浦市水族館指定管理者業務使用書。突然変異の白蛇の脱皮の様子を紹介。霞ヶ浦市水族館イナビニュース AB。霞ヶ浦市水族館。茨城県霞ヶ浦市湖畔の学び社。2019年11月27日閲覧。霞ヶ浦市水族館休館のお知らせ。霞ヶ浦市公式ホームページ。霞ヶ浦市。 2019年11月29日閲覧。ありがとうございます。